はい、どうもこんにちは、こんばんは。イモケンビチャンネルのイモケンビです。今回は、いつもと違った動画というのは分かってる、LINE が来ますね。というのはもうお分かりだと思うんですけど、で僕もね、動画を撮って、本当にトップレベルの YouTuber さんとかとはね、本当比べ物にならないんですけども、少しだけ編集をしてるということで、もしかしたらこれからこう ASMR 動画を撮ろうかなって思ってる人とかには少し役に立つのかなと思うので、僕がこんな感じにね、いつも編集してるよっていう動画を撮っていこうと思います。で、僕が使ってるアプリはこのね、インショットってアプリですね。こちら、これ前概要欄にリ、あのなんかリンクとかは貼らないんですけど、これが僕は個人的に使いやすいかなと思ってます。人それぞれだと思うんですけど、僕はこのインショットってアプリを使ってます。で、ここで、こうビデオを押すんですけど、こうビデオを押してしまうと、ちょっとね、僕のいろんなビデオが出てきてしまうので、いろんなビデオっていうのはそういう変な意味じゃないんですけど、なんかね、個人的には出てきてしまうので、ちょっとここはカット。それではね、今こんな感じに僕の、動画用のフォルダなんですけど、これが。で、今回編集するのは、この真ん中2つはもう動画編集し終わっているので、これからこの一番左の17分16秒の動画が、iPhone の箱を多分使う動画ですね。で、こんな感じの画面になるんですけど、そしたらこんな感じでね、こうバーッとこう見れるわけですよ、自分の動画が。で、まずしてほしいことは、ここのインショットってやつを消す。1回は無料なので、次からももう1回作るときは無料で消せるんですけども、永久に削除するって、この作業を省くためにお金かかるんですけど、僕はちょっともったいないので、一度削除するで毎回押してます。で、最近はプレビューを作るので、プレビューを作るときは僕はまず、基本的に僕が使うのはこのね、プレカットってものしかほぼ使わないんですけど、こうトリミングで、この今色がついてるというか、色がなくなった部分がカットされるってことになるんですけど、例えばここから10秒間、この合計ってところが動画の秒数になるので、ここから例えば10秒間ぐらい撮ったとします。そしたら、これをまず保存すると、うーっと保存して、そしたらまた違うシーンを、カットしていくわけです。さっき使った部分はもう、動画はね、いっぱい複製されるので、さっき使った部分じゃなくて、例えば他のこの蓋を開け閉めするところとかを、例えば10秒切り取ってみる、こんな感じですね。そしたらこれをインショットを消すのを忘れずに保存していくと。で、これを使いたい部分、10秒とか5秒とかを切り取っていきます。そしたらまずこんな感じにね、僕の動画の素材が全て集まりました。で、もちろんこの10秒、11秒、10秒の動画はこの17分16秒の動画の中に含まれているものですね。で、06秒のこの動画は僕のオープニングで、この残りを全部選択したら、トリミングなんかこれ OK ですかって出るんですよ。これ、このままこれは OK にしちゃって、撮ってって選んだら、これ全部今まで撮った動画が全て、インショット消し忘れてる気がするな、1個。いいでしょう。したら、ここね、グッと長押しすると、このね、下のこうバーみたいなグッと長押しすると、こんな感じになるんですよ。そしたら、これは一番最後ですね。で、ここが、インショット消し忘れてますけど、もうプレビューなので、いいでしょう。ということで、こんな感じに動画の順番がなるわけですよ。そしたら、この動画のつなぎ目の部分をタップすると、こうどういう感じでカットをしますかみたいな、こうどういう映り方をしますかみたいなのあるんですけど、僕はいつもこの左から3番目の、これがなしなので、実質2番目なのかな、これを使ってます。で、残りのね、こういうところもこれ使って、これもここを使うと。すると、僕はいつもオープニング4秒って決めてるんですけど、ここは。でも6秒の動画を作ってもらったので、3.9ですけど、今こんな感じでね、なるわけですね。で、ここでカットした部分もこんな感じで飛ばされるということで。そしたら、まずプレビューの場合は、僕はテキストにプレビューと、プレビュー、
でここで字体が変えられるので、僕はプレビューの字体は別に特に決めてるわけじゃないんですけど、いつもこれを使ってるので、こうですね。で別に今回は、まあ、バイノーラル撮影ではないので、バイノーラル撮影についての注意書きは書かないで、こんな感じでこの端っこを押すと動画のどこまでテキストを使いますかみたいなことが決められるわけですよ。そしたら僕はこの辺まで使って、残りのこの部分、残りのね、こっからこの部分の間は、レッツエンジョイも打っているので、レッツと、レッツ、エンジョイ、マイ、ビデオ。はい、ということで、これを、僕、レッツエンジョイマイビデオの字体はいつも何してるんだっけな、これで、これかな、これだっけな、これかな、これをまあこうやって、でこのこのマークがあるんです。この字体の隣はこれどうやって出しますかみたいな、インアウトっていうのがあるんですけど、例えばインを、僕はいつもインをこれにしてアウトをこれにしてるわけですね。そしたらこう出てきて、こういなくなるみたいな感じなんですね。ですのでこれをつなげて、まあこれギリギリで、これがどうなってるかちょっと再生してみないと分からないですけど、あ、OK ですね。そしたらここのカットもこれにして、この動画はカットされてないので、こういう感じで僕のなんかこう押してからのオフショットみたいな謎の時間があるんですけど、いつ始まるのか分かんないですねこれは。あ、これあの生配信でやってた、生配信で動画撮影をね、生配信するっていうのをやってたので、なんか適当に解説みたいにやってるんですけど、この部分いらないので、こうやって見ていくわけですね。で、右側のこのバー、左側だと、左側のところじゃなくて、右側の部分から再生されるようになってるんですね。だからこれはもう一番最初のカットの部分は、これは一番左いらないので、この部分で自分の動画がどこからスタートするのかを探していきます。ということで今 16.2 秒ですね。でカットの時間があるので 16.2 から始まるのであれば、ちょっとギリちょっと前の 14.、まあ、そんなね刻めないんですけども 14.3、 15.9 ぐらいで僕は止めてしまえば、まあ、ちょうどぐらいですかね。まあ、ハイが消えてるんですけど、はい、こんな感じになってますね。でまた次はカットで、カットの切れ目を探していくと、レディーゴーがあるはずなので、そう、ここのレディーゴーがありますね。レディーゴーが今58秒なので、こっち側の左のバーを次58秒に合わせます。はい、そして次始まりの部分を右側で探していくという感じですね。さあどこで始まるのか、はい、撮っていってください、お願いします。はい、1177ですね、1177なので、このぐらいで切れば、で、まあ、タッピングしてくださいということで、タッピングはこうバーってしてますね。僕が今頑張ってタッピングしております。で、まあ、また動画がねちょっと切れる部分があるかもしれないので探していきます。でこの辺は僕は結構ぶっ通しでね流してしまってるんですけど、耳かきしたり、あ、ここですね、ここが切れてますね、動画的に切れてるので、これまたプレカットで探していきましょう。この辺かな、耳かきをしておるここですね、 914.2 なので、913.8 ぐらいで切っとけば OK ですね。でここから多分イヤホンを外して、イヤホンを多分箱の中に入れるって作業を始めると思うんですよ。
あ、まあこの辺ですね。ちょっと難しいですね、ここはカットが。声が聞こえづらいので、まあ120ぐらいでカットしておけばいいかなみたいな、ここは結構感覚で。うん、11、まあこれぐらいでカットをしておきましょう。はい、そうするとまあ、何言ってるか分かんないですね、よく分かんないですけど、こんな感じで始まっていくと。今何やってるんだこの時間は、この秒数は。あ、これ親フラですね。親フラで多分ね、サングラスを外す瞬間がもしかしたら来るかもしれないので、ちょっと怖いですけど。あ、ここ今カットしましょう。まあ、こういうことはね、まあ、めったにないんですけど、まあ、今日はちょっとやってしまう、今回の、ね、動画撮影をやってしまっているということで、ここのあたりですね、だから049あたりから、まあ、これは適当にね、この辺までカットしてしまいましょう。154までカットして、こうやれば、まあ、なんかもしね、事件が起きたとしても、まあ、なかったことのようにできると。なかったことのようにできているということですね。で、こうやってやっていって、結局これも最後の挨拶ですね。最後の挨拶がどこから始まるのかっていうのをまた探します。動画の僕の動きがここで終わっているので、148この辺りですね、この辺でカットしてしまいましょう。で159.77 なので、まあ187ぐらいでやってしまえば、うん、でバイバイということで、最後のバイバイで動画を消す。でこのバイバイのところでカットすると、とりあえず一通り動画の完成ですね。僕はもう編集はこの程度です。こんな感じで、まあ、最初から見てみると、まあ、最初から全部見てると時間長くなってしまうので、オープニングが始まる、カット、プレビューが入っている。プレビューちょっと入るタイミングが変だなとか思った場合は、これでもちょっと間に合ってないんですよね。この辺から入れれば、うん、ちょうど切り替わったと同時に入ってるように見えると。で、プレビューがこう始まっていって、Let's enjoy my video。 はい、挨拶ですね。でこんな感じで動画がどうやって続いていくと。で右下が13分42秒っていうのが最終的な秒数です。僕はこんな感じでただひたすらカットしてつなげていくっていう感じをしているので、特に難しくないと思います。皆さんでも絶対できるので、こんな感じでね、まあ、カットぐらいなら全然できるので、まあ、ぜひ、やってみてください。で、この右上のこのボタンを押せば保存。結構時間かかるんですけど、このページで待っといてください。時間が経てばね、処理が完成するので。それでは今日は最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、こんな感じを参考にして動画編集してもいいと思います。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。